オ特集といえば、証言としては、20年前からこういうことをやっていたっていう、話も出ているんで、もしかしたらその会見担当者も、前任者から、世耕さんが連れては来ても、引き継いでるという話なのかもしれないでまあ、わかんないけすし、どね。ただ、いずれにせよ、その検察庁法改正法案に手を入れようとしたときを含めて、安倍派は大丈夫だっていうおごりはずっとこの派閥の中であったんでしょうね。問さっき言っ題。た通り、やっぱり安倍派と二階派が悪質って言われてるのは、それは誰がどう考えても、やっぱりこの権力の中枢をこの少なくとも20年、あるいは二階派に関して言えば、まあ、この安倍政権下の10年握ってきたっていうことの、やっぱり自然的帰結っていうふうにはやっぱ考えざるをそれは得ないよね。だからそれはでもっと言えば、これ朝日のインタビューでも言ったけど、うがった見方だけれども、こういうことをしてるからやっぱり目の上の大国っていうか、いざとなったらやばいかもしれない検察をその掌握しようとしそうたんじなゃんですなよいね。のっそう。ていうふうにや、思やっわれぱてもしり、ょうがないよね。やっぱり抑えてやらないとこっとになるっていうふうにていうね。ふうに思っちゃうね。まあでもこれよくわからないのは、この20万円以下であれば誰かが買ったか出さなくていいわけじゃないですか。その出してない割合、逆に出してる割合が安倍派の方が実はこの派閥の中では意多図くてね。23%で、他の派閥の方がもっと闇が深い。だから9割以上、麻生派で言えば9割以上これ名前が出てないわけですよね。ここがどうなってるのか。これあれでしょ、いろんなところが書いてて、僕も内実よく知らないけど、ここに出てる数字の通り、安倍派はなんでこんな少ないのと、1そう億、そうだそう。から要するに、このあ他れを見るがと。麻生派、茂木派、岸田派、二階派、軒並み1億以上、2億集めてるの2億に、が。99人もの国ああ、会議員数を字抱とえしてきて、なたるそのほど。清和会がなんでこんな少ないのと。ってことは、これ、公開できるやつは、比率は単に公開できるやつが多いだけの話で、要するにそれ以上の額はほとんど裏裏金に金にしてるからこういう形になるわけですっていか。う、当然疑念も出てくると考えれそうですば、よそのね。裏金分を入れて公開比率を出したら、もしかしたら一番低くなるのかも。なるほど。だってあれでしょ、僕は政治記者じゃないから、今、茂木派、麻生派が何人のか知らないけど、だって安倍派はだって99人だよ。圧倒そう的で多すよ数なんね。だから。だから公開比率が高いっていうのは、あと全部裏金にしちゃってるから裏っ金て比率が高いからっていう問そう題いですうね。ふうに思うのが自然だよ。裏金はこの中に入ってないですから、そうわだけよ。ですもんね。この20万円以下は記載しないでいいって、本当に隠れ蓑にされてますよね。あ、下それはそう村さんが結局説明責任果たさなかったやつも、加計学園の、職員から100万円を2回にわたってもらってるのに、それはいや、いろんなところが集まって11社からもらったんだと、こう言い訳にしてですね、だから記載の必要もないっていう。これ本当こういう部分も、なんかある種、その企業献金の隠れ蓑になっているような気がするんいや、で、そりゃそうでしょ。本だか来ら、は変えて、リクルート事件とかまさに受けて、政治資金規正法を、強化するっていう方向にずっと、続いてきたわけだけれども、でも、やっぱり、国の唯一の立法機関は国会なので、国会議員の皆さんが作るっていうのは、だからそれしかないんだけど、でもそれは自分たちはやっぱりざる法に従うわけで、だからこのパーティーの20万円以下の、パーティー券の購入価格が20万円以下だったら名前書かなくてもいいっていうのも、もちろんそれは抜け穴の一つだし、もっと言えば企業団体献金が、一応政治家個人に対する企業団体献金は禁止されたんだけど、これちょっと前に朝日が調査報道しててなかなか面白かったけど、要するに企業団体の献金は、政治家個人にはできなくなったんだけど、政党の支部にだったらできるんだよ。で、政党の支支部部にで、入れれば、みんなこれ歓迎献金さでれきればいいる。わけ。それから、望月さんがかつてずっと取材してたなんだっけな、自民党の政治資金団体、なんだっけ、なんだっけ、二政連、国政連じゃなくて、なんだっけ、国民政治協国民会政治、か、国国政協政か。協か。あそこも、だから、あれなんでしょ、その企業団体献金受けられるので、そうですだね、から、あそこにバン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 受けておいて、それを政治家個人に還流させれば、いくらでもで帰き国ちでゃきう。るだと。から実際今回、それとは全くこう、なんていうかな、悪質性っていうか、位相は違うんだけど、だから今回あれだったじゃない、安倍昭恵が、そうですね。安倍晋三個人の、資金管理団体、親和親会和ね。会の、その代表を引き継いで、で、自民党の支部、第4支部だったかな、要するに自分のところの自民党の支部の、そのところからどん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 こう金を移しちゃって、結果的に全部安倍昭恵非課のと税でころね、に行っち引きゃっ受けたまっした。
ってなっちゃって、でそう、しかもだからこれ問題なのはこうそういうその相続税がかからない非課税でやれるっていう、まあこれなんかね、その閣議決定で私人ってやった人がさのところにさ、そのもしかすれば政党助成金が入ってるかもしれない資金なんかも含めて全部こんなことができちゃうっていうのは、まあ、政治資金規正法の穴ザルみたいなところを、まあ、を使えば企業団体献金だろうが、うん、まあ、ある意味こうノーホーズにできちゃうっていう、うん、そのパーティーの購入も含めてだけどね、うん、っていうことなんだと思うんですね。相続でこんな風に昭恵さんが引き継げてるっていうのはやっぱりちょっと許されない。いやいや、これはひどいですよ。こんなものは本当論外の所業だよね、うん、こういうのを公金中中っていうんだと思うよ俺は。なるほど、本当にそれはそうだよ。こういうのを公金中中っていうんだってさ、例えばさ、今日多分準備してないかもしれないけど、俺サンデー毎日でちょっと書いたんだけど、あの加計学園がさ、はい、千葉の銚子で、はい、あの千葉科学大学っていうのを運営していて、うん、あれは2000年代に入ってから、はい、その銚子市が誘致をする形で、うん、加計学園が千葉科学大学っていうのをやってたわけですよ、うん、でそのこの誘致にあたって銚子市はその私有地を無償で貸して、うん、で市から70億円くらいその学校、うん、その校舎の建設費も出してるわけ、うん、でそのおかげで、うん、その銚子市はもう財政がただでさえ悪かったのに財政がもうおかしくなっちゃって、うん、財政危機宣言くらい出すことになったわけだよ、うん、でこの家計千葉科学大学って、うん、萩生田氏が落選中に客員教授して給料もらったってことだよね、まあ、安いけどね、10万だから20万だから、うん、ところがその千葉科学大学が、これあんまり各種大きく報じてないけど、10月かに、うん、あの要するに銚子市に効率化を要請してきたんだよ。なぜ、そんな経営が悪いのに。そう、なぜかっていうと、うん、要するに、今その定員の充足率が7割くらいしかなくて、うん、で今年度かなんかの新入生は半分になっちゃったんだよ。まあ、で要するに少子化によって地方の大学どこも厳しいんだけど、うん、でも加計学園はだから効率化してくれって言って、うん、って言ってきてるわけだから、要するに、ね、いやひどいよ、そういうのが、こういうのがだから公金中中だ、ね、いや本当だよ、ね、いやひどいもんだよね、うん、だからさ、だからあのなんだっけ、あそこ獣医学部の新設だってさ、はい、あの時なんか何そのコロナや感染症の最先端研究にも役立つなとか言ったけどさ、うん、役立ったなんて聞いたことないもんね。聞いたことないですね。だからだっていや、あの後本当にコロナの話起こったのに何もやらなかったですよね。だからまあある意味でその統一教会の問題もそうだけれども、まあその安倍晋三っていう、まあ、ある種なんか重しがいなくなったことによって、うん、あるいはまあ検察であったりとかみたいなところが、うん、そのやっぱりそのを幸いに抑えきれなかったことによって、今まあだから一強の海みたいなものがまあ本当に次々出てきてる、でそれがまあ岸田政権っていう宏池会政権をこう襲いかかってるっていうのは皮肉なことだけれども、まあでも本当あれだよね、因果を巡る糸車っていうか、えそのこう溺れるもの久しからずっていうかさ、っていうことなんだろうなっていうことで言えば、まあ本当言葉悪いけどなんかざまみやがれみたいな感じではあるよ。まあでももう岸田政権問題だとも思うんですよね、ここまで。まあまあそれはそうですよ、うん、それは岸田政権の問題であり、まあここに書いてあるのが映ってるのかな、世襲議員問題でもあり、そうですね、まあ今の政治っていうものが別にそのこう岸田がどうとか安倍がどうとかっていうよりも、まあ今の日本のね政治、これは朝日のインタビューでも言ったけどね、その財政1000兆円以上の借金抱えて社会保障の将来も見えないで、だからみんな不安で貯金する、金使わない、子供も産まない、産めない、企業も内部留保を溜め込んで投資しない、イノベーションも起きない、どんどんシュリンクしている中で、本当はね、政治が今こう方針っていうかこう将来を指し示す、本当に これほど政治がの志が求められている時はないのに、まあまあ本当この手たらくっていうのは、うん、野党も含めてだけどね、うん、まあまあ本当情けないし、うん、一体どうなってんだよっていう話ではあるよね。あの今のところだから更迭されるのが安倍派15人、閣僚4人、副大臣5人、政務官6人って言われてて、うん、で一応総務大臣の今閣僚の中に松野さんと西村さんと鈴木総務大臣、宮下農水大臣、この4人がまあ安倍派で、うん、いるということなんですけど、彼ら含めてまあ15人、まあ、宮下さんと鈴木さんってどっちもあの答弁では否定してるんですけどね、キックバックを、うん、ただ、ね、そうなんですね、ただまあ、あの今もう一度調査ということなんで、それもそういう意味合いがあるのか、まあ、15人が
入れ替わるというふうに、ね、要は自分たちはそのノルマを売り切る力がなかったんで、あそのキックバックを受けたという趣旨 の、 あの答えでしたよね、うん、でもさあだけどここでさ安倍、うん、同じ安倍派なのにさ、うん、この人は更迭しないこの人は更迭するってやったらさそれはなんだお前ら分かってんじゃんと、この人キックバック受けてなくてこの人キックバックされてんだからちゃんと説明しろよっていうそこでまた説明的に話になるじゃない。でそれは全員ちゃんと更迭しないとさ、なんか更迭した人はキックバック受けてるってことですねっていう話になっちゃうので、っていうかもう本当に派閥として捜査を受けてるから、うん、バカみたいな安倍派は。ただここまで数字がこうやって報道毎日のようにされるってことは、まあ、検察が掴んでるってことですよね。それはさっき青木さんがおっしゃってた、まあ、1人全部喋っちゃった人がいてっていう、まあ、1人なのか分かんない、はい、誰なのか分かんないけど、まあ、もうとにかく検察はほぼ全体像を掴んじゃったっていう、ね、それは派閥としてもかなり詳細にどこにどういうお金があってどういう裏金がいってたかっていうのを把握してたってことですよね、組織として。これ俺ちゃんと裏取ってないんだけど、うん、ある検察担当記者に聞いたら帳簿あったらしいよ。あ安倍派の中に裏帳簿みたいなやつにこの A 議員はどれくらいやってきていくらキックバックしたみたいな帳簿があったっていう話なんだよね。でも逆に言えば分かんないけどその帳簿まで検察持ってっちゃった、任意で持ってっちゃったっていうことは、だからそれはあるじゃないの強制捜査もしてないのに強制捜査もないのに裏帳簿っていう渡すみたいな。でもじゃないと裏浅いにしても各種にしてもさ、こんなにこういう報道にならないですよね。ならないならない、うん、だから額がはっきり出てくるって珍しいじゃないですか。だからまああれだよね、そのまあ政局的に言えば安倍派はその政権から追放されるだろう得ないってことだろうし、まあさっき言った4000万円っていうのを一つのね、去年の薗浦氏の4000万円っていうものを一つのベースにすれば、数千万円レベルで要するにこう帳簿を記載してなかったら間違いなく刑事責任追及されるし、億単位のそのトータルで億単位だけれども、トータルの億単位の金をキックバックをしていたその何こう派閥の事務総長経験者、まあ会計責任者と事務総長経験者はまあ本当にあるじゃないの、首の周りにこうアルコール消毒してるような気分がいるんじゃないの、うん、っていうことだよね。何年かね選挙出れないと、まあ3年なのか5年なのか、5年なうん、だからまあ本当ねこう安倍政権下でブイブイ言わせてて、うん、俺がって言っていずれも小物で代表になれなかったようなね、派閥の代表になれなかったような人たちが、うんまあ軒並みこうグッドバイっていうことに、ね、一気に名前出てきましたグッドバイってことになるんじゃないってことになれば、俺はこれは政治記者じゃないから本当に知らないけど、うん、安倍派は壊滅かもしれないよね。壊滅か、うん、解